私はチップアトラスというデータベースを開発しておりまして、まあ、毎年発表の機会をいただいておりますが、まあ、今年はちょっとそのどういうふうに使われているかを中心にお話ししたいと思います。でチップアトラスというのは論文などで報告されたすべてのチップセックデータを統合的に利活用できるようなデータベースです。まあ、後ほどお話ししますように、自分の好きな遺伝子の周りにどんな転写因子がどの細胞でどの程度結合しているかというのを理解することができます。これは DBCLS の太田達郎さんとの共同開発になります。でチップアトラスの、まあ、トップページがこちらになります。でこのトップページに4つのツールがありまして、それを使うことでいろんなチップセックデータの統合活用ができるようになっております。でどんなことができるかというのを簡単にご説明したいと思います。まあ、このようにゲノムがあっていろんな遺伝子があったとします。でピークブラウザーというツールでは自分の好きな遺伝子やゲノム領域にどんな転写因子が結合しているかというのをビジュアルで理解することができます。でまたターゲットジーンズというツールでは自分の好きな転写因子を入力するとそれの標的遺伝子候補、つまり転写開始点の近傍に結合するような遺伝子を探索してくれます。でまたその逆ができるのがエンリッチメントアナリシスです。まあ、つまり複数の、まあ、数百個の遺伝子を入力しますと、それら遺伝子の周りに共通して結合する転写因子は何なのかといった探索ができるようになっております。でまた、ゲノム領域には複数の転写因子を結合する、共極材を示すものがあります。でコローカライゼーションというツールでは自分の好きな転写因子を入力すると、それとゲノムワイドに同じようなところに結合する転写因子を探索してくれます。まずこのピークブラウザーについて、ご説明したいと思います。ピークブラウザーではすべてのピークコールデータをまとめて閲覧することができます。この図におきましては FOXA2 という遺伝子のこの領域におきましてはこういった転写因子が ES 細胞で結合しているとか、あとこの、転写開始点におきましてはこういった細胞でリバーにおいてこういった転写因子が結合しているなど、その自分の好きな遺伝子の制御機構に関わる因子を探索することができます。でこのピークブラウザーを用いた例として、まあ、このリューケミアの論文におきましては急性リンパ性白血病の GWAS で同定されたスニップ、まあ、これはノンコーディング領域に存在しますが、そこにこういった転写因子を結合するというのをチップアトラスで見出してその後の実験に活用しております。続きましてこのターゲットジーンズについて説明します。これは自分の好きな転写因子を入力するとその標的遺伝子候補を探索してくれます。ターゲットジーンズのウェブページに行きまして、ここで自分の好きな転写因子を入力します。例えば GATA6 というふうに入力して、転写開始点からの距離を例えばプラマイ10キロというふうに設定してこのボタンをクリックしますと、こういった結果が返ってきます。でこの上に並べてあるのがこれまでに報告された GATA6 のチップセックデータ約20件が並べられてあります。でこの縦に並べてあるのがそのこういった遺伝子の転写開始点のプラマイ10キロベースに GATA6 が結合するということを示しております。でこの縦と横の組み合わせで色をつけておりますが、こういったチップセックデータでこういった点遺伝子の周りに結合するというのをその結合強度をヒートカラーで示しております。で実際にその GATA6 の標的遺伝子候補はこういったものですよというのをこのエンボジャーナルの論文では示しておりまして、その後の実験に活用しております。今度はこのエンリッチメントアナリシスについてご説明します。これは複数の遺伝子を入力するとそれらの周りに共通して結合する転写因子、つまりマスターレギュレーターを特定することができます。これがそのウェブページになりますが、こちら側とこちら側に自分の好きな遺伝子名を入力します。例えばこちら側に肝臓で特異的に発現する遺伝子約数百個を入力しております。でこちらが比較対象としてそれ以外の遺伝子数千個を入力しております。でこのエンリッチメントアナリシスというツールはこちら側とこちら側を比較してこっち側の遺伝子に、より結合がエンリッチするような、つまり共通するような転写因子を探索してくれます。結果の詳細ちょっと省きますが、一言で申しますと HNF4 とか FOXA といった転写因子の結合がエンリッチするというふうに結果が表示されます。
実際こういった因子は肝臓の発生に非常に重要であるということが知られておりまして、なおかつこれらの因子を皮膚のファイブロブラストに強制発現させるとヘパトサイトライクな細胞にダイレクトリプログラミングできるということが知られております。まあ、つまりそういったその各種組織のマスターレギュレーターを特定するのにこのツールは有効かと思います。で現在九州工業大学の山西先生との共同研究におきまして、いろんな臓器でのマスターレギュレーターを特定することによってダイレクトリプログラミングに活用しようといった研究を行っております。でまたこういった各種組織細胞タイプで特異的に発現する遺伝子を抽出するというのは非常に困難です。特に小さな細胞においてはその抽出は非常に困難です。でそこで私はフォトアイソレーションケミストリーという技術を開発しておりまして、これはどんなに小さな領域であってもそこに存在するトランスクリプトを解析することができるという技術になります。で現在のところエンブリオに存在する神経幹細胞や四原生殖細胞、またもっと小さなサイズとして核内に存在する核スペックルや細胞質に存在するストレスグラニュールにどんな転写産物が存在するかというのをこの技術を使って解析しております。この技術簡単に申し上げますと、自分の好きなところに光を照射するだけでそこに発現する転写産物を解析することができます。で本研究は九州大学の大川先生との共同研究になります。話をチップアトラスに戻しまして、このエンリッチメントアナリシスではゲノム座標を入力することもできます。まあ、特にアタックセックの解析にこれは非常に有用かと思います。つまり、例えばある処理を施した細胞のアタックセックデータのピークコールデータをこちらに入れます。でこちらが比較対象としてコントロール細胞のデータを入れます。でそうするとこのツールはこっちとこっちを比較して、こちら側にどんな転写因子の結合が演立するかというのを調べてくれます。で実際このネイチャーイミノロジーの論文におきましては、血球前駆細胞にガタ3を強制発現してアタックシックを行うという実験を行っております。そうすると、まあ、いくつかのゲノム領域におきましてはオープンクロマチン領域がこのように、減少するということを示しております。でそこでじゃあこういった領域にはどんな転写因子が結合するかというのが次の疑問となります。でそこでこのチップアトラスを使いまして解析したところ、 SPI1 という血球分化に非常に重要な転写因子がこういった領域に結合するということを示しております。でまたこのネイチャージェネティクスの論文におきましては、グアニン四重鎖構造という特異な構造をとるゲノム領域がありまして、これは疾患などにつながるというふうに言われております。でそういった構造に共通して結合する転写因子をチップアトラスを使って調べることによってこういった転写因子の働きが変化するのではないかという結論を導いております。でまた現在私の研究室で行っている解析としまして、薬剤の標的因子を予測するということを行っております。これは研究室の大学院生でありますスー君が行っております。また本研究は九州工業大学の山西先生との共同研究になります。でどんなことをしているかといいますと、まあ、いろんな薬剤が、まあ、これまでに開発されていていろんな効果を、まあ、もたらします。でなんでこういった効能をもたらすのかというのを考えたときに、まあ、遺伝子発現を変動させてこういった効果をもたらすと考えられます。でそこで問題となるのが、じゃあなんでこういった薬剤がこういった遺伝子の発現を変動させるのかということです。でそこで私は考えたのは、こういった遺伝子をひとまとめに制御する因子があって、それが薬剤の作用標的となって発現変動に至って効果に至るというふうに考えました。でそこでこのチップアトラスを使って解析をするということを行いました。でその結果、エストラジオールやテストステロンで発現が変動する遺伝子の周りには ER や AR といった、まあ、基地のものがちゃんと取れてきました。でまた、実際に使われているお薬について使ってみたところ、レフルノミドというリウマチやがんに効くお薬がありますけども、それらの、標的としてレル A や TLE3 といった炎症や増殖抑制に効く、転写因子が変質するということが分かりました。またバルプロ酸という、これは抗転換薬になりますが、副作用として、妊婦さんが飲むと自閉症をもたら、子どもが自閉症のリスクが高まるというふうに言われています。でその作用標的として、CHD8 という、自閉症関連因子がトップに上がってきたという
研究結果を、ここでは、得ております。でまた、九州工業大学では、共同研究におきまして、また別のアプローチで、薬剤の、作用基準に迫る研究を行っております。でまた、私たちは疾患の原因となるスニップを予測して機能解析を行うという実験を行っております。これまでに GWAS でさまざまな疾患関連スニップが同定されておりますが、そのほとんどがノンコーディング領域にあります。でまた統計学に的に最も優位とされるスニップというのは必ずしも真の原因のスニップであるとは限りません。GWAS では、同定されたスニップの連鎖不平行領域と呼ばれる非常に広大な領域のどこかに、真の原因となるスニップがあると考えます。でそこで私が考えたのは、そういったのところ、構造真の原因となるスニップというのは、遺伝子発現制御機構に関わって、いろんな転写因子を結合しているのではないかと考えました。でいくつかの予備的な解析において、ぴったりとこの真の原因となるスニップと一致するということを見出しております。で現在、徳島大学の竹本先生との共同研究におきまして、こういったいろんな転写因子を結合するホットスポットにゲノム編集でミューテーションを入れてやることによって、疾患の再現ができるかどうかという実験を行っております。でまた、ここにお示しするさまざまな方との、共同研究をこれまで行っております。精子形成や、加齢、筋肉やニューラルクレスト、エピブラストステムセルなどの研究に、チップアトラスは応用されております。で、チップアトラスは、毎月、データを更新しておりまして、現在のところ約14万件の実験データがあります。で、特に多いのが人とマウスのデータでありまして、約6万件の実験データがあります。で、つい最近、最新のレファレンスゲノムにも、対応するようにいたしました。で、また、DBCLS の池田さんと太田さんとの共同開発により、チップアトラスのすべてのデータを RDF 化することに成功しました。まあ、つまりこれによって、いろんなデータベースやデータなどと、このチップアトラスのデータをリンクさせるのが非常に簡単になっております。今回は使い方についてあまり述べませんでしたけども、チップアトラスの使い方はこのようにムービーが、トップページに設けられていますので、こちらをご覧ください。でまた、実験医学にもその使い方を示した、機構をしておりますので、こちらもご覧ください。本研究はいろんな方との共同研究の上に成り立っております。ご清聴いただきありがとうございました。